キャンプ場来たらポンちゃんがいました。ポンちゃん YouTube やってるのでぜひチェケラ。映してない。あ、本当ですか。うん、あ、ちょっとケツしっかり取っとこう。久しぶりです。あ、暑いからですね。久しぶりですね。はい、まだちょっと暑かったですね、来るとき。あ、そうですね、はい、暑い。ルーマニアとオーストリア、うまく良い雰囲気で張っていますね。パンティ、何それ、猫。猫です。あんま可愛くないね。え あ、可愛いね。可愛いですよね、これ。可愛い可愛い。今日は初めてオランダ軍のハンモックを使ってみます。よっ、これで全部です。説明書がないけど、どうやって貼っていいかはいまいちわからんけど、やってみます。この木とこれで、じゃあこれをちょっと貼ってみますかね。今のところこんな感じ。かやついとんね、コンドーム的な。やべ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 、入れれそうな感じでなんかついとんね。あ、これをじゃあ貼ってペグダウンやね。よし、反対側も。なんか左右非対称なんですよ。こっちはこの辺でピンって貼ってて、こっちはちょっとずれた位置でビョンって貼ってます。これは上にかぶせるんでしょうね。ちょっとやってみます。パラコードを結ぶ。ハンモックより少し高い位置に貼ってみます。今こういう状態でかぶせたやつも開いてペグダウン。こっち止めました。反対側、これ木が邪魔しとんよね。木をポール代わりにしてパカッと上げました。こっち側はタープ上に上げて、こっちは下ろしてます。いや、タープがついてきとうとは思わんかったね。綺麗に貼れました。いい感じ。雨に濡れません。入り口を探してるけど見つかりません。嘘やろ。え、逆、上下逆でした。本当にそんなことあるんですか。こっちは下が、下から入るタイプかも。そんなタイプあります。あ、いや、そうでしょ、そうでしょ。下から、うわ、マジ半分しか。あ、じゃあこういうこと。開かない。おもろいですね。半分下が開いて半分しかあかん。ビビった。上下逆かと思った。マジックテープ入ります。勝手に閉まったよ。重みで勝手に閉まる仕様。寝れるかもしれない。椎間板ヘルニアで常に腰が痛いですが、腰が沈み込まず寝れそうな気がするほど良い心地。キラちゃん、ちょっとすいません、はい、携帯撮ってくれたので中から撮影。めっちゃ広い、余裕でめっちゃいけますね。足乗せてもここ開かないですね。バリってやっても開かないです。あー、めっちゃ最高かも。いいやん。いや、マジ良かった。これは顔と上までの距離も多分30センチ以上ありますね。横も広いし、横見て、これめっちゃ広いですよ。めっちゃ広い。もうちょいこれあれですね、ピーンとこっちにロープ張っていた方がいいかもしれんす。いや、良かった良かった、これマジ良かった。前僕あの米軍のジャングルハンモック第二次世界大戦ぐらいのやつ買ったんですよ。で、入った瞬間ビリビリって破れて、
動画にできなかったんですよね。なんでちょっとハンモックリベンジできて嬉しいです。最高。出ます。こう開いて、なんかちょっと待って、喋っていいですか。はい、生まれる感じです。あ、来た来た来た。牛の出産シーンみたいな戦争で昔からハンモックが使われていたんですね。植物だけではなく戦車やトラックを利用していることに驚きました。現在も様々なものが売られているようです。軍幕やミリタリー好きな方は実際に軍で使われていたものの方が興奮できるのではと思い、今回ご紹介させていただきました。ミリタリーなハンモックに興味のあるキャンパーさんはぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。